皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは努力の成果曲線を知るということについてお伝えしたいと思います。努力をすると正比例のごとくですね、成果が現れるというふうに考えている方が結構多いんですよね。はい、そんなことねないんですよ。努力って、ちょっとね遅れて成果が出ることとかあって、でさらにその増幅された成果が出るのって二次曲線的なところで、最初全然ダメで、途中でブレイクしたようにガーッと曲線が上がる、要はまあうまくいくっていう状態になることが多いんですよね。だから努力のかけた時間とそのうまくいく度合いの速度って結構時間がかかることが多いんですよ。すぐにできちゃうケースもあるし、時代の後押しがあったりとか、ラッキーな状態でできている人とかってそのあたりが割とうまくいっちゃうケースとかがあるんですけれども、基本はですね、正比例じゃなくて二次曲線的に上に、途中から2倍3倍4倍みたいな上がり方をするケースが多くって、しかもそのうまくいってないっていうか、こんなに努力してるのにさっぱり成果が出ないなっていうことを、場合によってはですね1年とか1年半、下手すると2年経験しないといけないケースがあるんですよ、内容によってはですよ。だからこのあたりがですね、すぐにどうにかなるんじゃないかって思ってる人は心が折れてしまいます。特に新しいことで世の中にないようなサービスを作ろうという場合には時間がかかるのが普通だと思った方がいいです。まず認知されないとサービスって購入されないのでそれを理解する必要があるんですよね。だから何か一つをまずうまくいかせることが必要で、事業的に、でその事業がうまくいってる時にチャレンジ事業をチャレンジするのがいいですね。そうすると、仮に失敗というかうまくいかなかったり時間がものすごくかかったとしてもですね、うまくいってる事業がそこにあれば、お金的にも時間的にも、そんなにこうロスをした感覚が少ないんですよね。私はいつも新規事業をチャレンジするときには、一つ何かうまくいった事業があったときに出た利益を投入して、最悪それが、ね、ゼロになっちゃったとしても最低限のところを確保していて、その金額を元手に新しいことをやるみたいなことをよくやってました。ですのでそれは時期がずれるのを知ってるからなんですね。ですからまずはね1個うまくいかせる、でそれは時間がかかる場合もある、で新しいことをやるときにはそのうまくいってるものの原資とかを使って、さらに曲線を上手に作っていけるようにじっくり取り込む、それがいいかなというふうに思っているので、まず努力はすぐに報われるわけじゃないって知っておくと長期戦で取り組めるんじゃないのかなっていうふうに思ってますので、そのあたりをねちょっと考えてゆっくり腰を据えてチャレンジしてみていただければというふうに思います。それでは。